かきたまチャンネルの吾妻優心です。これねニトリのキル毛布なんですけど、このボタンのあのこここのねこの止める側の穴に対してボタンの数が合ってないんですよ。これなんか多いんだよねボタンが。これさどこに止めたらいいのか分かんなくて、もう全然上手に着こなせてませんが、めちゃくちゃあったかいのでおすすめです。このピロンピロンもなよくわかんないんだけど、はい、おすすめです。で今日はですね12月今日ですねこの撮影してるのが12月5日の木曜の今夜7時ぐらいなんですけど、あのねこれ届いちゃったんですよ。これ何かっていうと、まあね話す順番間違えてるんですけど、先月11月の21日かな22日ぐらいにスポーツブランドリーボックのですね福袋の来年度の福袋の予約がスタートになりまして、私ねリーボックの福袋は去年2019からまあ買ってて、でこれね2回目2020を買おうっつってて、でほらこれ届いてんの。あのさリーボックの福袋ね、私がね2019を買った時は1月1日元旦の日に届いたんです。であれも予約したのは11月の末ぐらいだって、で今回も11月のまあ同じぐらいに注文したんだけど、あのねもう届いちゃった。だから多分ね YouTube の中で最速の福袋レビューなんじゃないかなこれってでね思った。ちょっとワクワクしてきて、いや他にもね多分リーボックの福袋が異常なんだよね多分届く速さが。だからねもしかしたらリーボックの福袋を買った人はもう届いていて、もしかしたら YouTube にもすでにこれの開封動画があるかもしれないが、しかし、まあ、わずかな可能性に欠けるということで、日本 YouTube 界、福袋、2020最速レビューということでね、リーボックの福袋、やっていきたいと思います。2種類あってですね、フィットネス用か、ファッション用かっていうやつで、私はフィットネス用、まあ、だからスポーツウェアが入ってるやつですね。価格は1万円プラス税なので、1万1000円でしたね。で、あのね、私まずびっくりしたのが、ちょっと開けちゃってるんですけど、あ、これはまだ見てませんよ。あのね、毎年ね、リーボックのこのフィットネス用の福袋はリュックに入ってるんですよ。リュックもだから使える。外側のリュックも使えて、その中に、まあ、服とかいろいろね、スポーツのアイテムが入ってるんだけど、今回からね、このよくわかんない、このさ、すぐ脆くなるこの、ショッパーみたいなやつになってて、しかもこのね、リーボックのことちょっと詳しい人はわかるかもしれないんだけど、あの、ロゴがですね、統一されたんですよ。あの、これ。スニーカーとかでよく見るリーボックのロゴ。私ね、あのね、三角のやつが好きだったんだよ。リーボックのデルタ。デルタってやつが確か。っていうのは三角のやつが好きだったんだけど、なんかね、そのブランディングのために、ブランドのイメージを統一するために、ロゴも統一するっていうことでね、これになったんだけど、ちょっとね、今後ね、その私が好きなリーボックデルタのアイテムのロゴが全部これに差し替わったんで、私ね、ちょっと、今後リーボックの商品使っていくかどうかも迷うぐらい、あのロゴがね、ちょっと好きだったんで、っていう感じなんですけども、あのね去年よりも小さい。だって届いてきた箱がさこれだよ、アマゾンかって全然小さいんだよ。なんかさ高さ的にはもっと3倍以上あったんだよ高さが。まあ、当初もね無駄にでかい感はあったけど、あとね薄いこれ入ってる、本当に入ってる、まあ、入ってるんだけど軽い薄い、本当に入ってるのか心配になるんですけど、ちなみに去年のリーボックの、福袋2019、まあ、去年ですよ、まだ今年なんですけどね、去年、前回はね、どういうのが入ってたかっていうのは、私、いろんなところにそのリーボックのアイテムをこっちのお家とか実家とかいろんなところに置いてるんです。すべてお見せすることはできないんですけど、パーカーとか、フリースとか、それからなんか、全然使ってないんだけど、リストバンドとか入ってました。あれはもういらないかな。まあ、ネットの方で調べていただければ、リーボック福袋、2割19、中身とかね調べていただければわかると思うんで、そこはねちょっとご自身の方で確かめていただきたいんですけど、この時点でこの動画が上がってるのは多分12月の8日とか9日とかそんぐらいになるかな。だからね、この時点ではこの撮影してる12月5日時点ではまだリーボックの福袋売ってます。この動画が上がってる時にもおそらくまだ売ってます。リーボックの公式サイトだとか楽天の方でも、楽天の方はちょっと品薄だったからリーボックの公式サイトの方行っていただければ、ラッキーバッグというね風にね検索していただければ多分どっちも売ってます。フォアクラシックとフォアフィットネス、私の方はフォアフィットネスです。ぜひね、この、中身見ながら、ご参考にしていただければと思いますけれども、もうね、ちんたら喋ってても仕方がないので、早速開けます。個人的にね、私福袋ってね、小学校4、5年、
6年中1とかで、そこら辺はね、あのね、頭おかしかったんで、ビレッジヴァンガードの福袋を買ってました。はい、まだ YouTuber じゃない頃にビレッジヴァンガードの福袋を買って、あの、大損して、ただの金の無駄遣いをしていましたが、本当にね、もう、ここ数年はスポーツブランドの福袋、アディダスとかプーマとか、まあ、今回はリーボックですけど、こういうね、スポーツブランドの福袋を一つ買うっていうのがね、私の、もう本当にこの1年のこの最初の楽しみっていうところがあるので、ね、今回も非常に期待しております。じゃん！何？まず、じゃあこの軽いやつ。はい。はい。何これ？あ、なんか去年も似たの入ってたぞ。去年のの色違いだろ、これ。短パンですね。はい。あー、よかった。デルタじゃん。短パンだ。いくらすんのこれ。この短パンで、5490円もする。この短パン5490円もすんの？あ、ポッケがね、これ、チャック式ですね。まあ、どうでもちっちゃ。まあ、そんなこんなもんか。まあ、これはま、比較的どうでもいいかな。でもね、あの、走るとき、ランニングするときなんかね、このチャックあるとね、私 iPod Nano 使って音楽聴きながら走ったりするので、いいかなと思います。あの、サイズはですね、メンズしかないです。これ注意ね。私女の子なんですけど、一応メンズの S サイズが私はぴったりなので、S サイズにしてます。リーボックスを、だからリーボックってね、その基本的にこのアイテムが全部高いから、こういう福袋とかでお得に買うしかないっていうのがあってね、私はね、基本的には、福袋以外でリーボックの商品はあんまり買わないかな。靴はね、一回買ったことあるけど。うん、だってこの短パンが5490円だぜ。はい。この短パン1枚でどんだけ喋るんだって感じですけどね。はい、次行きましょう。これいいな。去年の色かと思ったけど、全然そんなことないです。次はこれ。あ、白だ。何これ ?T シャツ ?T シャツですね。薄手の T シャツです。何これ?なんか書いてあるけど、リーボック、フィーシト、リーボックフィーシトフィーシト。英語の成績2かって、英検2級持ってるんですけどね。この T シャツで3490円。いや、これ薄いね、これ。まあね、夏って感じかな、これはね。多分ね、中身はね、どれも一緒です。リーボックね、例年っていうか私まだ2回しか買ったことないけど、中身は全部一緒っぽいです。少なくとも、このフォアフィットネスの方は中身は一緒です。クラシックの方はね、なんか靴とか入ってたりしたこともあるって聞いたんで、ちょっとよくわかんないんですけど、はい。おそらくフィットネスの方は中身一緒なので、買おうか迷ってるっていう方は、本当にこの動画参考になるから、みんな見て、シェアして、ね。続きましては、これにします。これにしますもん。見ちゃってるんだけど。これ何？長ズボンっぽいな。いや、こういうのがね、地味に助かるんですよ。私こっち来てね、大学がですね、ちょっと自然に囲まれた場所にあるんですよ。なので、様々な虫、動物などが大学内に出てくるんですよ。なので、大学側が、長ズボンを推奨してくるんです。夏でも長ズボンを着てって言われるのでね、ぜひこういうのは助かるところ。あ、トレパンみたいな感じですね。中はですね、この裏肝的な、肝、あったかい素材の、色、これなんて表現したらいいの？この色。なんて表現したらいいかわからん色の長ズボン出てきました。デルタのロゴはね、この下の方にあります。いくらいくらいくら？これいくら？ 4,990 円。プラス税。へー。ってことはこれ上もしかして入ってる感じ？上も入ってる。これ上じゃない？上っぽいです。上。これパーカーだと思います。あ、いいね、いいね、いいね。あ、いいね。パーカーですね。いいね。あ、いいね、いいね、いいね。このジッパーがないタイプね。この、履くタイプのパーカー。お値段は5990円プラス税。なんかさ、そう考えると、さっきの短パンめちゃめちゃ高級じゃないこれ。だってさ、この T シャツ3000円でしょ？で、長ズボンはいくらだっけ？ちょ、忘れちゃったけど、あの短パンめっちゃ高級じゃない？こういう色味の。ちょっとよくわかんないな。ちょっとよくわかんないけどね、こういうの持ってないんでね、こういうザラザラした色のやつって私基本持ってないんですよ。なんか、全部黒とか、全部グレーとかっていうやつしか持ってないから、リーボックのこういうね、ザラザラ系のね、色のね、多分こうザラザラ系っていうか、多分正式な名前はあるんだろうけど、ザラザラ系の色のアイテムね。いいですね。で、こっちもね、裏はあったか生地なんでね、もう早速ね、使っていきたい。最後かな？あ、違うな。まだあるな。これ。淡いおじいちゃんみたいな色のやつ出てきましたけど、これは何ですか？ T シャツ？
あ、T シャツ、あ、これいいな。これはいくら ?3,990円プラス税。これもね、さっきよりは生地がしっかりしてる感じの T シャツですね。こういう感じ。バッと広げて、こっちにデルタがある感じ。これだね、脇汗が目立ちそうなので、ちょっと涼しい季節用って感じかな。これ次最後かな?最後っぽいです。じゃん。じゃん。あ、これも T シャツ?今回 T シャツ多いな。前回のラインナップ、あ、ちょっと言うわ。前回はね、もっとね、いろんな種類あったんですけど、今回 T シャツが多めですね。あ、これいいな。こっちね、腕にもついてて、こっちにもバーン、プリントされてますね。リーボックトレーニングって書いてありますね。値段いくら ?2,990円プラス税。あ、これ一番安いじゃん。はい、サイズ全部ですね。間違ってないね。うん、いい感じ。で、前回の中身は、まずリュックがあって、なんかパーカー、裏着物の、すっごいあったかい。これのグレーバージョン。で、下も、グレーバージョンのやつ。ちょっと、リュックもカウントするね。と、謎のリストバンドと、これの短パンの黒。黒バージョン。だから、これほぼ一緒。こっちのがね、ちょっと、いや、色は一緒ですね。これが入ってて。あと、青のテロテロの。生地で言うと、今回はね、近い生地はなかった。スポーツ生地の、めちゃめちゃすぐ乾くタイプの青い T シャツと、そんなもんかなかが入ってたんですよね。あ、リストバンドカウントしたよね。うん、が入ってたんですよね。で、今回は何点かな。これは1点とカウントしません。なぜなら、使えないから、日常生活で。ちょっと、私、これ多分、捨てちゃうかもしれない。1、これいいな。2、これもいいと思う。3、4、5、6、点数的には一緒なんだけど、私的には前回、去年の方が良かったかなっていう感じはしましたね。はい、ということで、足早にではございますが、リーボックのラッキーバック2020、2020、for fitness を紹介しました。皆さんいかがですか?まあね、1万円しますから、税込み1万1000円。結構高いですよね。だけど、まあ、普通に元は取れます。はい。うん、がめつく言うと、まあ、普通に元は取れてます。どう考えても。なのでね、リーボックのアイテム、まあ、好きで欲しいんだけど、その値段が高いから普段あんまり手が出せないんだよねって私みたいな人は、ぜひね、買ってみてもいいんじゃないかなと思います。今売ってるのは楽天のオンラインストアと、リーボックの、オンラインストアぐらいかなと思ってます。楽天はもうね、品薄で、リーボックもね、まあもうそのうち結構人気なんでね、毎年すぐね売り切れたりするので、迷ってる方はぜひチェックしてみてください。ということで、以上かきたまチャンネルの吾妻優心でした。あ、これも思うとさ、なんかリーボックデータのマークみたい。お、ちょっとシンパシー。以上かきたまチャンネルの吾妻優心でした。たったー。